第文5。数の規則性を見る問題です。下の図のように何個かの黒石を、ちょっとごめんなさい。コピー植え切れちゃって、次対臣で見つけないかもしれません。何個かの黒石を方眼紙の上に横一列に置き、その上下左右に白石を置く。この時、次の等に答えなさい。こんな感じだね。で、過去1。5個の黒石を横一列に置いた時の白石の個数を求めなさい。もうこんなのね、表を作ってね、数えましょう。2の時から始めてるから、 まあ一応1もいるとうか。2個の時、白石の数は、1、2、3、4、5、6、6個だね。で、3個の時もあるね。あ、1個の時考えてもいい。例えば1個の時だったら、こう黒石があって、その上下左右にあるから、まあ4個でいいだね。で、3個の時は、えー、どっから数える ?1、2、3、4、5、6、7、8、8。で、4個の時も、まあ、法則性見えてるけど、一応書いてやってみると、黒石4個で、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10個。だから、ここに、例えばこれとこれ比べればさ、この部分増えてるから、やっぱ2個ずつ増えてるってことは分かりますよね。だから5の時きはまあ2個ずつ増えてるんで、えー、っと、12個。ということで、12個でいいです。まあ、書いて確認してみてもいいです。で、次が N 個の黒石を、横一列に置いた時の白石の個数は N を使った式で表しなさい。 んとね、中学校1年生の段階じゃこういう考え方が一番いいんじゃないかなってことを教えておきます。これはみんな2ずつ増えてるね。いいかな。2ずつ増えてるってことは2の倍数と何らかの関係があります。2の倍数は2、4、6、や、等だよね。これは4、6、8、10、 あ2の倍数というのは 2n で表せれますね、2×n で、うん2のえー。これ2四ロイヤルといって。だけど実際には2四ロイとが2の倍数で、これは 2n で表せるけど、白の数は4、6、8、10、12って、2個ずつ足りないってこと分かるよね。だこの2の倍数に2を足してあげればちょうどです。いうことで、n 個の黒石を横に、横一列に置いたときに白石の個数は 2n プラス2と表せます。 一応確認すると例えば3入れると三2が 62×3 という意味で 2×n1 までが n 2 3を入れると 2×3 で23が 6+2 で8個になるし4を入れるとこれ 2×n だからね24が 8+2 で12になるのでこれで正解だと分かります。